高柳健造高柳健三五月十一日から九百六十七年六月十一日は日本の法学者東京大学名誉教授成蹊大学名誉教授貴族院直線議員大正・昭和期の代表的英米法学者として知られる埼玉県熊谷市に生まれる生息英語学校富立四中一校を経て九百十二年 東京帝国大学法科大学卒業。1913年東京帝国大学大学院、中退し、東京帝国大学法科大学助教授。1921年、東京帝国大学法学部教授を歴任した。イギリス法研究が主流であった時代に、1915年から1920年、ハーバード大学ロースクールなどに留学し、意見立法審査権など、 アメリカ法研究に本格的に取り組んだ。ロスコーパウンド翻訳でも知られる。司法権優位を唱えた。戦後は1945年12月24日から帝国学士院会員。1946年6月8日から1947年5月貴族院議員に直選された。東京裁判で日本側弁護団の一人として加わり、茂光は置いと。 鈴木定一の担当弁護人となる。1948年9月に CIE で教職不適格とされ、同年11月に東京大学院岸体九1948年12月から1949年6月、仙台法業専門学校副校長。また、1949年7月から1957年3月には成蹊大学学長を務めた。 1956年、鳩山一郎内閣下に設置された憲法調査会の会長となり、第一次元内閣下の1957年には憲法制定の経過に関する省委員会において憲法の成立経緯を調査。翌1958年には都米調査団の団長としても調査を行った。その後も歴代の内閣で憲法調査会会長に就任し、 1965年に退任。新憲法用語の基本線を踏まえながら自衛権などで政府見解と憲法をいかにすり合わせるかに力を振るった。ハーバートパッシンの勧めによって設立された文化自由会議に呼応する日本の組織、日本文化フォーラムの初代会長を務める。1964年11月3日、君一等随法相受賞。 1967年6月11日にヨーロッパ出張の帰路に香港で隠しし、のぶ、肖像くらい、賜物、銀杯一組。ありがとうございます。